皆さん、こんばんは。今日は2023年10月31日火曜日です。今日のテーマは中国の公衆・公衣会。中国のイベントですね、輸出・展示会とも言いますが、そこはですね、大変なんですよ。外国の商社さんですね。いつものようにスーツケース引っ張ってカタログ、 あのもらいますね。それから名刺を配りますね。それから商談ですね。そういう風景はないんですよ。非常に静かです。そして中国の新しいスタイル、電子市場、取引、あるいは e コマースとも言いますが、これについても話をします。まずですね、皆さんは、えー、気づいたでしょうか例えばですね、中国のアプリで買い物します。 あるいはですね、アマゾンで中国製のものを買うんですよね。そして中国はですね、中国から発送するんですよ。でもですね、送料は無料ですね。これについて話をしたいと思います。どうして無料でできるでしょうか今年の公衆貿易展覧会と言いますが、今年の特徴としてはですね、ネットでは第三世界の 首都です。つまり先進国の方はあまりいないですね。まれに白人はいるんですが、まあ、ロシア人でしょうかと。コロナの影響があって、我々の生活スタイルですね、変わったでしょうか。今回ですね、多くの参加者は外国のネットショップの経営者なんですよ。つまりですね、今まで外国の大手商社、あるいは商社さんですね。 中国に来て、まあ、講習ですが、商品を見て、名刺交換して、交渉して、それから大量発注します。今回ですね、多くのは、まあ、個人ですね、中小企業、あるいはネットショップの経営者ですね、の方々、講習に来て、商品を見て、つまりですね、個人輸入なんですよ。1回の発注の量は多くないのが 今回の特徴です。これで中国の商品ですね、特に雑貨ですが、アパレルもそうですが、の輸出がですね、続くことができました。去年から中国の輸出はですね、暴落しました。今年も続いたんですが、しかしですね、今年の後半となって、輸出の下落はですね、ある意味ですが、落ち着いてきました。ただしですね、成長はありません。でも、 これ以上の下落はないんですね。輸出の金額はですね、2800億ドル前後、毎月ですね。で維持しているのが今の状態ですが、原因について説明しますが、まずですね、中国の輸出の構成の説明します。中国にはですね、2つの会社ですね、スタイル輸出します。1つは、中国の企業がですね、輸出するんですよ。 一つはですね、外資系の輸出ですね。例えば、日本の会社、中国に工場あります。それで輸出します。輸出の量についてですが、2014年ですね、中国の輸出はですね、外資系は46%を占めていました。しかし、約10年後ですね、2023年、外資系の輸出は29%まで減ってきました。 つまりですね、中国の企業の輸出がですね、ものすごい多くなってきました。輸出の量ですね、これは。次はですね、輸出の額と計算すると、外資系の輸出はですね、この10年間、じゃ約ですね、3%増加です。しかし、中国の企業は64%増加なんですよ。また、外資系の企業の輸出は60%の会社ですね、 中国で確保します。あるいは再確保します。それから、あるいはですね、組み立てします。例えばですね、それから輸出します。例えば、北海道産のホタテですね。中国は確かに輸入します。でもですね、確保するんですよ。確保して世界へ輸出します。あるいはですね、中国の会社は日本からセンサーとか、カメラレンズとかですね、そういうものを輸入します。 中国の会社はそれを使って一つの商品にするんですよ。それから世界へ輸出します。これが一つのスタイルですね。こういう企業の特徴としては、まずはですね、今回の公衆貿易展示会には参加しません。やはりですね、需要がもう決まっているわけですから、現材料、加工の工程、産業の手順、検査の容量、 梱包の基準、輸出、あるいは出荷先ですね。全部何もかも決まっているんですよ。つまりですね、外資系企業にすれば、中国はですね、ただ一つの産業のサプライチーにある一つのポイントですね。つまりですね、中国は北海道産、まあ、日本産のホタテですね、輸入しなければ、実は問題ないんですよ。日本はですね、また東南アジアとかですね、 他の国で消費者探せばいいんですよ。あるいは工場。あるいは工場を作ればいいんですよ。ただしですね、一番いいのは、まあ、自分でやることが一番いいんですよね。簡単に言えばですね、中国で加工します。組み立てします。それから世界へ輸出します。当然ですが、日本は逆輸入もしますので、これはですね、原因は簡単です。中国でやった方が安いからですね。しかしですが、中国でやっても 現在ですね、コストがどんどん高騰してきました。なので、中国で加工とか組み立てるよりですね、まずは東南アジア行こうかという会社が出てきます。つまり、産業の移転ですね。しかしですが、現在ですね、状況が変わってきました。まずですね、アマゾンとかウォルマートとか、中国のテムとかですね、シーンとかですね、あるいは皆さんもご存知ですが、楽天とかですね、 ヤフーとかですね。まあ、フリーマーとかですね。そういうアプリはたくさんあるんですよ。いろんなですね、アプリ、あるいはプラットフォームですね。たくさん出てきました。いろんなシステムが登場して、誰でも登録できますし、そこに登録して、自分でですね、商品の販売は可能ですね。まあ、当然ですが、中古のものを売ってもいいですし、新品のものも売ってもいいんですが、 ここで中国のメーカーあるいは商社ですね。気づいたんですよ。海外へ進出しました。原因はですね、中国の産業には強みがあるんですよ。原材料はですね、全部中国で調達できるからですね。例を言いますと、これはですね、例ですが、今までですね、外国の商社さんが買ってくれないと困りました。輸入してくれないと困りました。 あるいは外国ですね、大量に発注してくれないと困りました。ただしですね、現在は外国の個人の消費者、あるいは個人の事業主さんですね、買ってくれたらいいんですよ。量はですね、やはり昔と比べるとダメですが、少ないんです。それでもですね、ないよりはずっといいんですね。ここで Amazon とか Walmart とか、 テムとかですね、シーンとかですね、そういうシステム、あるいはプラットフォームですね、たくさん出てきて、中国の工場、メーカーにすれば非常に嬉しいんですね。外国の消費者は発注してくれるし、中国のメーカーはその商品をですね、発送するんですよ。そして、商社を経由しません。値段は安いんです。消費者にすれば家まで届くので便利ですね。 ここで中国の手術はですね、回復ではありません。でも下落という傾向ですね、止まりました。特に伝統的な製造業ですね、あまり技術のいらない製造業と言いますが、例えばですね、スリッパとか、帽子ですね、靴下とかですね、サッカーもそうですし、そういうものはですね、あまり技術はいらないので作っています。 今年の欧州貿易展示会ではですね、実にさらに進化しました。中国から直接発送していくんですね。第三世界の国家まで浸透しました。今までですね、発展途上国はなかったんですよ。主にアメリカ、欧州、日本ですね。そして発展途上国ですね、中国と同じような感じですので、売店とか、 国営企業ですね。百貨店あったんですが、それから日本の会社ですね。あるいはアメリカの百貨店とかですね。スーパーとかですね。フランスのスーパーもそうですし、たくさん進出してきました。これで中国の消費スタイルですね。壊れました。現在ですね。もうまだ違うんですよね。ネットショッピングとか配達業ですね。ものすごい発達してきました。そして第三世界の国家まで IT ですね。スマホを普及してきて、一気にですね、ネットショッピングまで普及したんですよ。つまり、ネットの時代ですね。でも、特徴はですね、中国で生産します。中国から調達します。つまり、購入します。そして、その国にいる個人の代理屋さん、あるいは個人の経営者、あるいはネットショップの経営者ですね。中国のものを代理して売るんですよ。 特にブラジルとかメキシコとかですね、東南アジアが非常に多いんですよ。今までですね、さっきも言いましたが、欧州、アメリカ、日本ですね、がメインでしたけれども、現在はですね、その範囲がもっと広くなりました。一つの例を言いますとですね、中国のピントドドと言いますが、テムですね、中国以外、 の国でもう展開されていってですね、当然ですが、アメリカの日本もですね、オーストラリアとかですね、オーストリア、そしてブラジルとかですね、イギリスとかですね、フランスとか、イタリアとかですね、アイスランドとかですね、いろいろですね、進出して今いるんですよ。現地ではですね、ものすごいやってるんですよ。まあ、ドイツもそうですし、そして東南アジア地域においては、フィリピンもそうですし、インドネシアも でもですね、展開しています。現地で販売している商品の生産地は中国ですね。これからも増えるという意味ではあるでしょうかと思いますが。そして Google でですね、入力して調べると分かると思いますが、ソースインフラムチャイナという単語ですね、入力すれば、つまり中国から調達だと入力すればですね、ものすごいですね、中国側が まあ、作ったガイドですね。ものすごい出てきます。これはですね、現地の、例えば、あの、外国ですね。現地の領事館、中国にえ、現地にある中国の領事館とか大使館にいて、ビザを申請します。それから飛行機に乗ってもらって、講師に来てもらうんですね。事前に、中国のアプリである WeChat ですね、ダウンロードしてもらって、クレジットカード入力してもらって、オンライン掲載できます。 そししてのの市内の案内案ます。こういう情報ですね。6000万件以上の情報が表示されます。これはですね、中国側は大変ですね、力を入れているという意味ですね。中国に来てもらって、車へですね、SIM カードの購入、公衆に来てもらって、お店に来てもらうという案内もあるんですよ。そして公衆のバスの乗り方、地下鉄、また配車アプリの 使用の仕方、案内ですね。紹介もあります。つまり、需要ですね。とてもあるんです。また、検索エンジンのトップとしては、まあ、公衆とかですね。展示会とかですね。ギ務とかですね。まあ、ギ務とは、世界の雑貨のスーパーだと呼ばれていますが、商品とはですね、インテリア商品、雑貨、アクセサリーですね。とても多いんですよ。そして、公衆、貿易、 展示会、展覧会の情報ですが、小売業が多くて、雑貨とインテリアが多いんですね。外国の商社より、個人の事業のさんが多いんですよ。見た目はわかりますので、そして大量購入ではありません。ただし、長期的に商品をですね、代理してくれます。現地にですね、その国に借りますので、中国の商品を代理してくれるんですよ。 また、中国のメーカーもですね、中国の商社を経由して、外国でアマゾンとかですね、楽天とかでも売るんですよ。元多くのメーカーはですね、外国、まあ、にあるですね、テムと言いますが、外海外バージョンのえテムと言いますが、ピノとですね、使ってそこに商品を載せます。つまりですね、中国のメーカーも自分で輸出してるんですよ。簡単に言えばですね、 一つは中国のメーカーは外国の個人、輸入、事業のさんに商品を提供するんですね。一つは自分でも輸出やってるんですよ。ただしですね、コンテナではありません。一個一個ですね、輸出ですが。当然ですが、私はですね、テムを例にします。その国によってですね、売ってる商品は同じであっても値段は全然違うんですよ。お金持ちの向けの国にはですね、高いんですよ。 例えばですね、ライター。インドネシア向けの値段は安いんですよ。日本向けのライターは同じであっても、日本の方が高いんですね。まあ、これは当然のことですが。つまりですね、中国のメーカーにとって、商品をですね、買ってほしいのは、やはりアメリカ、欧州と日本ですね。お金持ちの人に買ってほしいんですよ。高いので、利益はありますね。そして、まあ、日本もそうですが、よく買い替えするでしょ。う。壊れの前,前に。なので、 余裕ですね。しかしですが、このようなビジネスですね、スタイルをさせるのは、まずは免税ですね。そして送料は無料ですね。例えばですね、日本から中国に向けて荷物を送りますね。高いんですよ、実は。でもですね、Amazon とかテムを連ーすれば、中国の商品を買います。中国から日本に送る荷物ですね、無料でしょう。 これはおかしいんですよね。本来は。なので説明します。国際ではですね、バンコク郵便助役、u p u とも言いますが、u p u 助役があるんですよ。アメリカの場合はですね、800ドル以下の商品を輸入する場合はですね、まずは個人で使うことですね。打てはいけませんよ。これはですね、輸入は自由です。税金はないんです。産地の調査は基本はないんです。 仮にですね、ウィーグルさんのものがあってもですね、まあ、法律には矛盾してるんですが、まあ、調査は基本はしないんですよね。まあ、このことは非常に大事なんですよ。これもですね、同じなんですよ。日本の場合はですね、1万円までの商品でしたら免税ですね。そういうのが今の状況、状況、状況,状況ですが、まだですね、UPU 条約では、 大事な送料もですね、決められていますので、中国はですね、一応発展途上国であって、優待されます。つまり、日本からですね、アメリカに向けて同じサイズ、重さのものを送ると送料は高いんですよ。中国からですね、日本と同じような荷物をですね、送る場合は全然値段は違うんですよ。中国の会社はですね、 商品を買ってくれたら送料はですね、無料できるぐらいですよね。ただし条件はあります。例えば1000円とか2000円以上買ってくれたら送料無料ですよっていうのがありますが、実はですね、無料なんですよ。つまり中国にとっては非常に有利ですね。例えばテムですが、これはテムのカスタマーサービスですね。送料無料についてのお問い合わせありがとうございますね。 現状はすべての注文を無料でやっていますので、有料になる予定はございません。いつまでなど明確にお答えすることはできません。できず申し訳ございませんっていうのがありますが、これはですね、ちょっと原因があるんですよ。あるいは流れがあるんですよ。実はですね、2006年でしたが、オバマ大統領の時代でしたけれども、オバマさんはですね、中国と非常に仲いいんですよ。国会で、 新中派ですね。あの、パンダ派とも言いますが、ある議案を作ったんですよ。大統領はですね、とあの、オバマさんは参与しました。当時ですね、輸入、個人輸入を可能にしてましたし、200ドルから急にですね、一気に800ドルにしたんですよ。つまり、まあ、結構ですね、すごいもの、あの、買えるんですよ。800ドルでしたら、もう普通に角度が買えますので、つまりですね、 荷物の中にはある商品ですね。違法でないもの。個人で使うものであれば、免税ですね。今はですね、物価高いであっても、今でもですね、800ドル出せば、テムでものすごい高さのものを買えますよ。まあ、基本はですね、何でも買えます。免税ですし、商品が多いければですね、分けて買えばいいんですよ。現在ですね、中国から アメリカ向けの商品ですね、輸出の10%ですね、こういう形で輸出しています。つまり、小荷物の場合の形でやっています。そして、現在ですね、テムとかもっと違う大手企業ですね、現地で倉庫を借りていますので、アマゾンのような形で経営しています。つまり、まずは大量購入して、現地に送って、その倉庫で交換保管します。 国内にある各地域からの走行から、直接消費者の自宅まで発送します。その方が、あの、近いですね。便利です。早いです。その後ですね、トランプさんは気づいたんですよ。おかしいと。中国の商品に対して関税を上げたし、しかしですね、中国は裏方法を考えたんですよ。つまり、商品をですね、小型化にすればいいんですよ。これで2017年、3億個の荷物はあったんですが、 2021年は倍以上ですね7.7億5となったんですよつまり荷物をですねこのような形で送るのはもっとですねあの進んでいました2020年ですねコロナの影響があってそれでも2.8億5となったんですが今年はまだ分かりませんが年末終わってですねわかると思いますがそして絵画に倉庫ですね持たないメーカーであれば 中国からですね、送料無料で発送できます。今年ですね、5月、アメリカの議会ではある提案があったんですよ。トランプ大統領時代の商務代表ですね、ライトハーザさん言ったんですよ。結構動画で話をしましたが、議会で発表しました。現在ですね、中国から約ですね、毎日200万個以上の小型の箱ですね、荷物入ってくるんですよ。 今の制度をですね、考えないといけません。800ドル高くない,ないんですかと聞きました。そして中国のアプリであるテムとかシーンとかですね、非常に得してるんですよ。アメリカの製造業にしても、お店にしても、アメリカの商社にしても、すごい影響を受けていますよと言っています。もしですね、この800ドル免税、あるいは1万円の免税ですね、なくすれば、 中国の手術メーカーはものすごい大変ですね。原因はですね、このような製造メーカーはですね、とても利益あるわけではありません。もしですね、税金取るよとなったらですね、経営はもできません。また、僧侶ですね、これも大事なんですよ。万国郵便連合っていうのがですね、国連組織の中にある一つの組織なんですよ。そこにはですね、助役決まりがあって、 2キロ以下の荷物であればですね、手紙であっても、自分の国内で送料ですね、統一にしましょうかと。まあ、原因はですね、裕福でない国いますよね、ありますよね。例えば、まあ、中国は一応ですね、破天荒中国。でも、一応ですね、バングラディッシュも同じですよね。例えばですね、中国あるいはバングラディッシュから、 先進国に向けて荷物を送るとですね、送料は非常に高いはずなんですよね。そうすると、まあ、大変なんですよね。例えばですが、中国からアメリカに荷物を送ります。中国の国内からアメリカの国境線までですね、料金はですね、この分は中国の送り主さんが負担します。アメリカの国内の場合はですね、アメリカの沿岸部、あるいは 空港あるいは港,まで港からですね、消費者の自宅までの送料はアメリカの政府が負担するんですよ。アメリカの政府ですね、毎年5億ドル以上の補助金をですね、出しているのが今の現状ですね。しかしですが、中国の国内では送料ですね、非常に安いんですよね。アメリカの国境線まで一応ですね、中国の政府あるいは中国の 国営企業がやっていますので、ちなみにですね、中国政府は輸出のことをすごい支持しているわけですから、問題はありません。ただしですね、アメリカにすれば、アメリカの政府はですね、中国の企業のために送料ですね、負担してる、払ってくれているというイメージですね。同じくですね、テムは日本向けですね、商品を発送しました。無料ですね。 日本の国内での配達料金はですね、日本の政府が補助金をですね、出さなければいけません。その補助金がなければですね、商品は届きませんよ。これが今の現状ですね。トランプさんはですね、気づいたんですよ。やめようかとなったんですよ。2018年10月17日、バンコク、えー、郵便連合に対して手紙を送付しました。我々はこの連合、組織から抜けますよと。 もし辞めると言わなければ一年後抜けますから。そういうのがありました。しかしですね、2019年10月25日、結構ギリギリでしたけれども、ジュネーブで大会がを開催しました。アメリカはですね、辞めるか改革かですね。提案としてはみんなで、まあ、自分の国内の総理を決めましょうよと、こんな負担はま、もうい,いりませんと言ったんですよ。つまりですね、 アメリカ向けの送料はこれから高くなるっていう意味ですね。しかし、国連ではですね、どうしてもあの発展途上国、あるいは貧困の国が多いんですよね。みんないやあまり支持しません。投票あって78票が賛成です。もうこれも結構すごいんですよね。アメリカはやはり。 影響力はあると思いますが、それでも78票がありました。賛成ですね。57票が反対。9票が棄権です。まあ、結果ですね。秘訣ですね。まあ、国連の投票では、絶対ですね、60%以上の賛成がなければいけませんので、まあ、結果はダメですけれども、結果としては2019年10月15日ですね、最終日、ほぼ最終日ですね、バコク,ク郵便連合から抜けませんよと。 発表しました。トランプさんは発表しました。なので、現在ですね、どこまで維持するでしょうか私もわかりません。ただし、関税はですね、厳しいと思うんですよ。バイデンさんはですね、仮に何もしなくても、トランプさんはですね、もし再び登場すれば、関税はですね、多分、厳しいと思います。また、中国の APP ですね、アプリですが、どんどん増えているんですよ。テムとか、 えー、シーン以外ですね、特にアメリカとか北アメリカ、欧州ですね、流行ってくるんですよ。中国の輸出はですね、コストの上昇もあるし、政府の外交でみんなに嫌われて下落しました。ただしですね、現在となって世界の消費スタイル、あるいは生活スタイルが変わってきてですね、中国のメーカーもそれに合わせて変化しているのが今の現状です。ただしですね、これで、 中国の輸出は良くなるとは思いません。このようなスタイルの輸出はですね、現在ですね、中国の輸出の量の10%しかないのが現状です。もしですね、これからさらに成長すると、例えば30%とか50%とかになったらですね、中国の経済とか貿易のスタイルですね、そこで変わるでしょうし、まだですね、注目しますけれども、 ただしですね、送料、まあ、中国にすれば無料なんですよね。これはいいかもしれませんが、その国の国内での送料はですね、政府が負担しますよね。まあ、補助金なんですけれども、その補助金はどこからでしょうかあの、まあ、税金ですよね。まあ、税金っていうのはですね、皆さんからですよね。の税金ですよね。補助金で使われてい,ていますので、本当にいいでしょうかっていう話なんですよね。まあ、そして、得しているのは、 まあ、あの、中国政府なんですよ、実は。これがですね、今の現状なんです。またですね、中国の経済について話をします。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。